全国繊維化学食品流通サービス、一般労働組合同盟。全国繊維化学食品流通サービス、一般労働組合同盟。全国繊維化学食品流通、サービス一般労働組合同盟。略称、UA 全線、UA 全線、英語、The Japanese Federation of Textile, Chemical, Food, Commercial, Service and General Workers Unions。 略称、UA 前線は、日本の労働組合である。日本労働組合総連合会、連合、インダストリオール、日本科学エネルギー労協、イーセジャフ国際食品関連産業労働組合連合会、IF、国際建設林業労働組合連盟、BWI、ユニグローバルユニオン、ユニに加盟している。2009年9月10日から11日の、 定期大会でなされた報告によると、現有勢力は、組合員数107万1315人、約3000組合、約2000炭素、800老連である。これにより、民間の労働組合として、日本最大であるだけでなく、労働界全体で見ても、100万人を割った、全日本自治団体労働組合をしのぐ、最も大きな産業別単位組合、炭酸となった。さらに、 同大会で日本サービス流通労働組合連合 JSD20 万6000人との組織統合も視野に入っていることが明らかにされた。業種は繊維、アパレル、化学工業、工業、食品、流通、サービスなどの産業分野。大手企業の組合も多いが、中小企業の組合も多く抱える。2009年9月には、 新聞社が加わった産経新聞社。旧全日本労働総同盟、同盟系の組合を多く抱え、連合内や労働界では労使協調路線で知られているが、1954年の大見県市闘争をはじめ、近年では2000年から2008年にかけての山田盲石雇とい撤回闘争など、激しく戦う面もある。連合の他の産業別組合が、 加盟組合の連合体として、企業別労働組合を優先する立場であるのに、対して産業別組合の権限が大きいことも特徴である。春闘などの統一闘争では、産業別組合の承認を厳格に求める。組織拡大に力を注いでいることも特徴で、遊泳前線の先住者の評価は組織拡大の実績で評価されるのが基本である。 また労働界では珍しく、組織拡大担当者のステータスが高いことも特徴である。戦前の女工愛し以来の組織的伝統と見られる。2009年から2009年にかけては、大手スーパーでのパート従業員の組合委員化に成功し、大きく組合員数を増加させ、労働組合組織率の上昇に寄与した。一方で、こうした組織拡大が、 当該企業で会社側と対峙し成果を上げている他の労組に対する切り崩し工作に利用される場もあり、第二組合一例として大阪フローイが会社は組合、天六ユニオンの弱体化を図るため社外労組前線に支援を求めて新たな労働組合の結成に関与したものとし不当労働行為を認定した事例がある。全日本金属産業労働組合協議会 金属労協、IMFJC 主導で結成された連合だが、製造業の組合員が大幅に減少し続ける中で、組合員を増やし続けている。UA 前線は連合内での発言も大きく、連合では、高木強自前会長をはじめ多くの役員を抱える。名称については、多くの労働組合、複数の業種を抱えたために、日本でも有数と思われる。 長大な名前を冠している。略称である UA 前線の UAA は、労働組合同盟を呼びによるものでや。また、前線については、かつての前線同盟は組織統合当時、約60万の組合員を抱えており、その知名度もあって、前線同盟の名前は UI 前線同盟の時から使われている。また、かつての略称である UI 前線同盟の UI は、 旧同盟系組合に多くある UI との語呂合わせ、同盟が UI 会議と名を改めているである。英略省であったウィズは UI 前線同盟から来ていた。2017年から悪質な顧客からのクレームから組合委員を守る目的で悪質クレーム対策、迷惑行為アンケート調査を実施し、ハラスメント防止の法制度の整備を厚生労働省に訴えていた。 政治面では、旧民社党系の民社協会所属の議員、民主党民進党国民民主党を支持、北朝鮮による日本人拉致問題に取り組み、外国人地方参政権付与反対を訴えるなど、保守系の労働法である。組合委員の一人が、朝鮮民主主義人民共和国による拉致被害者であり、北朝鮮による拉致被害者家族連絡会の家族らと、 全国各地の拉致問題関係者と共に、日本国内の拉致被害者奪還世論の後押しを呼びかける署名を集める活動をしている。組合員数では最大規模となる遊泳前線であるが、パートなど非正規従業員も多く、産別への帰属意識が比較的低いとされていた。しかし、イオングループ出身の田村あ美を擁立した2019年の 第25回参議院議員通常選挙では、連合組織内候補でトップかつ、道路遅過去最高得票となる26万票を獲得した。田村の前線には、イオン創業会地族の岡田克也、元民進党代表がイオン票の取りまとめに尽力したことや、パート労働者らの課題である、同一労働同一賃金を政府が議論していた、経緯があたとされる。 2002年9月19日に、前線同盟、日本科学、サービス、一般労働組合連合、CSG 連合、日本繊維生活産業労働組合連合会、繊維生活労連の組織統合によって発足した。旧前線時代の1954年には、大見県市、現大見県市で大規模な葬儀があり、人権葬儀と呼ばれて、ストライキで戦ったこともある。 近江みけ葬儀、総議。当時の代表的存在が、宇佐美忠信である。日本労働組合総評議会については、旧日本社会党、現、社会民主党の最大支援組織として、常に批判する立場にあったが、宇佐美は、政治方針を除いて、労働組合としての総評については、ある程度、理解、評価していた。2012年11月6日には、友愛前線同盟と、 日本サービス、流通労働組合連合、サービス、流通連合が統合し、全国繊維化学食品流通サービス、一般労働組合同盟、遊泳前線となった。繊維産業、アパレル産業、化学工業、工業。サービス産業食品製造販売産業外食、産業レジャー、産業流通産業一般小売家電販売ガー用。 金販売生活協同組合その他小売り。その他国民民主党の旧民社党系議員。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。